先生、いつの間に産んだの？え？おめでとうございます。違う違う、友達の赤ちゃんだよ。私実はここの OG なんだよ。そうだったんだ、知らなかった。先生の時も制服同じ？同じだよ。でね、友達がプロレス同好会だったからちょっと顔出しに行ってて、その間私が赤ちゃんを預かってるんだ。連れて行けばよかったのに。後輩の人喜ばない？うん、赤ちゃんにはちょっと刺激が強いかなって言ってた。ねえ先生、抱っこしてみたい。本田さん、赤ちゃんの扱い慣れてるの？私弟よく抱っこしてたから。そっか、じゃあ。はぁ、いい匂い。おりょとしょべろ。花子、もうちょっとマシな言い方ない？いいじゃん、赤ちゃんも喜んでるし。樋口先生、至急職員室までお越しください。ありゃりゃ、どうしよう。私たちが赤ちゃん見てるから先生行ってきなよ。でもまあ花子は慣れてそうだし。でもやっぱりちょっと心配だし、友達のところに連れて行ってから職員室に行っても。先生ほら嫌がってるよ。あ、本当だ。じゃあすぐ戻るからお願いね。はい。ませてるね。あ、こいつかすみさんの胸もんでる。いや、赤ちゃんだし。すみません、母乳はちょっとまだ製造の予定がなくて。こいつの顔、おっぱい飲みたいと見せかけてかすみさんのバイアス揉みたいだけだ。このエロカメ放って。いや、赤ちゃんにまだそんな概念ないでしょ。いや、あるね、こいつ。じゃあ試しに花子さんも一回。スカスカ。今喋った。しかもちょっと侮辱された気がする。いやいや、でもまさか。赤ちゃんだし。ねえねえ、私もちょっと抱っこしてみたい。はい。いやー、かわいい。ぼっちぼっち。大事。赤ちゃんだし。はい。震えながらそれ言われても。とりあえずどこかに座らせましょうか。うん、ずっと抱っこしてたらなんかちょっと嫌な予感するし。なんかね、ちょっと偉そうだよね、こいつ。首が座ってないのでしょうか。首が座ってないのに椅子に座らせて大丈夫なの？なんか凄みがあるんだけど。もしかして口が寂しいのでは？そういえば赤ちゃんの道具が入ってるカバンが先生の机の上にあったんだった。なんかないかな。あ、おしゃぶり。あ、それ赤ちゃんに加えさせたらいいんじゃないですか。ほいほい。はい。いやー、かわいい。こうやってるとやっぱり赤ちゃんですね。やっぱこいつマフィアのドンだわ。こいつ絶対やる。もしや前世の記憶持ってんじゃない。まさか。赤ちゃんだし。それも聞き飽きたっての。あ、暑そうですね。あ、そういえばさ、じゃーん、ミニ扇風機。実はこっそり家から持ってきたの。じゃあこれつけてちょっと涼しくさせましょう。うん。どう、涼しい？おー、喜んでる。ねえねえ、そういえばさ、このカバンの中って他に何入ってんのかな。あ、待て待て、見たい。あれ、なんだろう、この白い粉。風邪薬とかじゃない？え？赤ちゃんって抗生物質とか大丈夫なの？あ、なんか書いてある。あ、ちょっと！そこそこ何してんの？で赤ちゃんはこっちに。カズミだ！その一回じゃ崩れまいで！大丈夫だ！待ってください、両手塞がっちゃった。バカだの！
助かった。あ、かすみの足、コンセント引っ掛けちゃったんだ。本当だ。最初からやれよ。みんなごめんね、大丈夫だった。ああよかった、喜んでる。皆さんご迷惑おかけしてすみませんでした。いえ。お姉ちゃんたち気に入ったの？あんまり私以外には懐かない子なのに。ああ、そうなんですか。声の極み。うわー、嬉しい。